キャノン軍はアメリカ合衆国テネシー州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は13,801人であり、2000年の12,826人から7.6%増加した。軍庁所在地はウッドベリー町であり、同軍で人口最大の町でもある。キャノン軍はナッシュビル大都市圏に属している。 キャノン軍は1836年1月31日にテネシー州議会によりラザフォード軍、スミス軍、ウォーレン軍のそれぞれ一部を合わせて設立された。軍名はテネシー州知事を務めたニュートンキャノンにちなんで名付けられた。軍政府の役人は4年間任期で選出されている。軍長10人の軍政委員のほか13の役職がある。 政策を立案する立法府は軍政委員会である。軍政委員は5つの選挙区で多数を得た者各2名が4年任期で選出されている。委員会は軍の個別政策を立案し、軍政府各部門の予算を設定し、課税率を決定する。軍長は通常軍政委員会の議長を務め、賛否同数の場合に投票できる。委員会は通常1月、4月、 7月、10月に開催され、必要な場合は、特別会合が開催される。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は266平方マイルであり、このうち陸地266平方マイル、水域は0平方マイルで、水域率は0.02%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ウッドベリーにあるキャノン軍高校、ありがとうございます。